私は誰？あ、ニセゼルダだ。これイーガダンで話しかけたらボロ出さんかな。こっちも変装で騙してみましょう。いや、あんた喧嘩、え、何？なんでそんなお子なの？なんでそんなお子なの？そんな格好で近くにいたらめっちゃボロ出した。私がイーガダンだってバレるじゃない。この完璧な変装が見破られたらどうすんのよ。ほえー、すごい。こんにちは。なんだかわからなくて、私は一体何者なんでしょうか。そう、悪者なんですね。自分が何者か分かってちょっとがっかりです。バレては仕方がないですね。あなたをおびき出すための記憶をなくした演技どうでしたか。燃えね、それ大丈夫？熱くない？そこ凍ります。死にます。お疲れ様です。次はバナナ置いてみよう。はい、ということでエンディングは迎えたんですが、このゲームまだまだやることはあるということでやってきましょうか。はい、ということでエンディングを見てもまだまだ遊べる神ゲーやっていきましょう。ちょ、一回一旦、すごいとこにおる。もう待ってくれとるぞ。ほらゼルダがここで置き去りにしてくんなよ。倒してくるから待っててね言うとったら、俺こっち帰ってきてもうとる。ちょ、迎えに行こう。あの子ゼルダ釣るも、あ、来た。こっちおいでー。はい、おいで。はい、おいで。わあ、早いな。はい、こっち。はい、そう。おー、偉いな。よし。偉いぞ、ゼルダ。よし。ってことで、あ、そう、見て、これ。うわ、ガノンだ。ゲルド族のガノン追加されたんすよ。ここの文章を読む感じ、前作ブレワイの厄災との戦いで城が損傷して封印解けちゃったみたいだな。復活の原因は前作だったのね。ちょ、一回祠行っていい？これ全然さ、祠クリアしてないやつあるんだよ。祠潰していこう。ごめんゼルダ、また会おうな。ごめんね、また置き去りで。なんやこれ、力の伝達。ほう、あー、はいはいはい、もうわかるわ。世界救ったからね、この人。勇者にとっちゃこんなの朝飯前よ。もはややらんでもわかる。届いてないな、リンク。勇者さん、よし。で、おう、あ、こっちもレバーで開けれる。これ使ってえ、どういうこと。謎に棒が増えました。あ、もう知らん、もうええわ。お前のことはもう知らん。だいたい通れるふでなんとかなる、このゲーム。てか、え、通れるふでよくない？あ、よくないか。あー、ちょっと届かんか。え、これさ、さすがに無理かな。これこうして、一旦ここに置いて、ほっ、こうしてこうして、これくっつくとこないのか、この辺。あー、痛いの。え、もうやりたいことわかるでしょ、みんな。今俺が何をしようとしているのか。え、無理かなあ。いけた。猛禽の剣術爆弾。まあ、ええか、いけたならええやろ。けど答えは一つじゃないんだよ、このゲーム。分かった。え、強くない？なんかバネついた盾ゲットした。あ、盾サービー、なるほどね。跳ねるのか、これ。なるほど。こうね。もうなくなってもうたー。どうしよう、この野郎。一回なら一回言うてくれ。敵にバインするんや、思ってたのに。なんでこんなにこれタイヤあるん？そういうこと？いけそうじゃね。なんかめっちゃ音鳴ってる。なに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 、何の音、何の音。気合いだ、リンク。よし、はい、脳筋シンプルにバカだろこれ。え、なにこれ。え、あそこゴール遠くね。なにこの広大な、めっちゃ優雅な心だ。ユンボーのボスのためのチュートリアル、なるほど。ラウルさんの粋な気遣いだったわ。一回ボコブリンの素敵な絵撮りに行こう。あのね、なんかボコブリンの絵があればなんかしてくれるらしいんすわ。あそこいいんだろ多分。あ、いた、ボコブリン。え、君はボコブリンじゃないよね、モリブリンだよね、君はね。あの、彼気づいてないわ。あんな爆発起きてたのに。味方が死んだことに彼気づいていない。ポーズポーズポーズ、待って。あ、近づいてきた。ポあー、かわいいやないですか。あら、かわいい。お前の役目は終わりだ。光を添えてやろう。この絵を持って駅から村へ行きます。こんにちは。ええー、壊れちゃったよ。ボコブリンはですね、ペチャッと潰れた、そう、さっき取ってきましたよ。うん、そうですね。うわー、やね、うん、あるよ、成功な絵。はい、どうぞ。こっちかな。これが良かったんか、これが。それか、人形作れる。ん、あ、渡すんだ。写真を渡すことで成功な人形を作ってくれるらしいです。任せろ。これだったらダダッと作ってやる。お前の技術すごいな。あ、どっこい。おー、すげー！おい、成功すぎるよ。技術力の塊やんけ、えのきだ。そりゃ、ヒャムーもするわ。これです。これこそ私が求め続けた魔物人形。え、ステージにいい感じに飾っていただけた。おーし、任せな。どう？どう？やるかい。角で立ってますけど。
クワガタに見える。どうひゃもー、魔物の香りを漂ってきそうなほどの躍動感、躍動感もある素晴らしきセンス。ほら、すみません、センスなかったです。求めてたらしいぞこれが。確かにまるで人形の命が宿ったかのよう。ほらな、宿ってんすわ命が。ね、見せてあげよう。これ以上ないぐらい躍動感見せて。ええんかほんまにこれで。恥ずかしなってきたよ俺は。こちらはかの有名な若かりわかんねえ。どれどれのこと指してんの。こんなに近くで見れるのはここだけ。あら、結構かわいいよ。プリケツだなこいつ。今度は棒ホラブリン。ああ、取ってくれよかった。ないね、諦めてくれキルトン。ごめんな。じゃあ見つけたらまた取ってくるわ。まあ魔物を飾っていく感じだね。魔物見つけたら取っといてあげよう。あとはあっか、ああ、これやりてえ。俺ちょっとこれやりたかったんよ、あの魔物潰しに行くやつね。ってことで次は魔物討伐のお手伝いをしましょう。この真下らしいんだけど、こんなとこにいる、いなくね。え、いた。雷雨の中ご苦労様です。うわ強ー、お前ら勝てる、この軍勢なら勝てるぞ。行くぞー、行こう。絶対めっちゃいる。予想以上にいっぱいいた。白銀と、え、いすぎじゃね、勝てる本当に。これ利用すればいいんだ。いけー、まずはお前だ。おい。俺は手出ししない、みんな頑張れ。俺歩く地雷になるわ。こいつらにでいった、強よ。ほんであれ全然壁で降ってくる。落とされてやんの。強い、みんな強い。待って、死ぬ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 。あれ、あと1匹しかいなくない。あ、全然いるわ。強いなお前ら。いや、お前らリッチ悪すぎない。あ、ん、え、あ、終わっちゃった。お、みんな強すぎて終わってっただよ。何もしとらん。虫取り網持ってる。全然ごめん、虫取り網じゃなかった。なんかなんだそれ。お前何持ってんだそれ。イエーイ、次どこ行くんですか。休暇を取らせてもらう。赤い月、ご存知かもしれませんが。うん、あれ終わり、これで。どうやらこの人たちの討伐は終わりらしい。え、早くない。イエーイ、めでたしめでたし。終わってもだ。あ、もう大体終わったな。待って、60分の47。そもそも受注すらしてないのあるな。89、そもそも21個見とらん俺。ちょっと知らんかそれは。え、じゃあもうエピソードチャレンジ終わりや。探索していないところ、結構ここ全然行ってないよな。ちょっと見に行ってみますか。11個か、ごめん、俺足し算苦手やねん。幼卒なんで俺、小学校通ってないんだわ。みんな幼卒ほい卒どっち。え、なんもなくねーって思うけど、このゲームなんかあるんだよなー。え、なんだこれ、ん、人がいる。お、テントと焚き火を発見。すいません、何してるんですのー。あ、ちゃ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 、何してんの、何してんの、マジで何してんの。やべえ、人に話しかけちゃったかもしれん。我が輩は我慢の男ダーゴンである。ゲルドキャニオンの厳しい環境で我が輩と我慢比べしてみないか。ほう、お互いに50ルピオ。あ、いいよ全然。なんこれ、先に我慢比べの方法を説明しよう。50ルピー出し、勝った者が総取りの真剣勝負。勝負は明日の夕刻より明け、なー、ん、うん、柱の上で行う。結構長期間の戦いだな。厳しい寒さは長時間耐えられてるか勝負。土地地面に足をつけたり体力がわずかとなり、我が輩の命に関わると判断したら即負けとなる。服は脱ぐ。それ以外何をしてもいい。ほう。何をしてもいいの？え、どこまであり？焚き火焚いたら終わりじゃね？え、この、え、これでしょ？この上でじっと耐える感じね。4つしかね。これを。よし。さあ、勝負だ。勝ったな。やろうじゃないか。おう、勝負だ。勝負はこの石柱の上で行う。え、待って、え、そう、合ってるよね。この手前にある地面に食い込んでる杭ではないよね。貴様何やろ。バレてた。高速なまねを。おい、残り4個の、残り4個の、ぐあーもう、あ、やめてください。返してください。すいません、50ルピー払うんで。返してくださいな。あ、よかったよかった。ちょ、待って、チューリー、待って、お前、風で飛ばすな。残り4個の貴重なやつな。何をしてもいいって何？飯食ってもいいのこれ。どこまで許されるんだろう。明朝再び太陽が東の地平に昇るまで寒さをしのげるか我慢比べだ。それでは開始。
さて、どうしようか。この石柱から降りたらダメなんだよな。こいつ落としたらいいんじゃね。逆転の発想。暗い勇者ビーム。強い。何？できるこいつ。これは耐えれんだろ。やるな。え、アイテム使えるんだけど。え、え、普通に焚き火したらよくね。いや待って、バレるやもしれない。え、これ何が正解なんだろう。そういうわけではない。あ、わかった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 。よし、リンク火つけていいぞ。はい、何してもバレません。あー、あったっけ。熱い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 。はい、勝った。ゲームセットだ。見えとらんから、あいつには。まさか焚き火してるとは思わんやろ。お前の負けだ、諦めろ。ほら、目に染みない、リンク。それ強いね、リンク。目が、俺無理だったよ、こんな焚き火のそばでそんな黒い煙顔面に浴びながらそんな目ガン開きにすんの。お、凍えてきたぞ、みんな。俺熱いまであるで、今のところ。焚き火近すぎてむしろ熱いです。今どういう状況なんか俺もわからん。やっと半分か。長っ。まだ半分。もう諦めてくれん、そろそろ。無理だよ、君が勝つのは。いや、わからん、これどうする。この裏で死ぬほどギチギチに着込んでたらどうしよう。相手も不正してるかもしれん。やっと半分かとかさ、こんなわかりやすく言葉言うことなくない？なんかわざとらしいな。これ合ってんの？俺合ってると思ってたんだけど違うのこれ。多分視界遮らずにさ、相手も何してもいいって言ってたから別にいいんじゃないかこれ。多分視界遮らんでもよかったやろ。相手服着てももうちょっと待って、セリフなくなった。死んでね、大丈夫？言ってます？知らんで、これ。俺もわかんないからね。今向こうがどういう状況なのか。ちょっとチラ見してみるか。生存確認してみよう。あ、生きてた生きてた。よかった生きてた。あともう少しの辛抱だ。あ、ちょっとこれ待って、ちょ待てよ。これワンチャン凍えさせなきゃいけないんじゃね。俺間違ったかも。これドローだぞ、このまま行くと。なんとか降参させるためにちょっとだけ板をずらして。よし、で、どうだ。諦めろ、降参しろ。お前に勝ち目はねえんだよ、ほら。諦めろ、ほら。何やってもいいって言ったよな、お前が。ほら、諦めろ。珍しい王の鱗も投げてやるわ。あやつもなんて言ってた今。ごめんごめんごめん。なんか叩いてくれてた気するけど、限界のはず。全然全然。諦めな、もう無理だって絶対。ちょっと待って、あいつずるくない？おい、火がお前の方が近いぞ。あいつずるくない？火近いぞ、今思えば。お前らのこれはなんだよ。自分から向こうに乗ったよな、火の近い方に。あれ消しとかんだかも。よし、お前も寒いだろ。それでほらほら、限界来た限界来た、ほら限界来てるで、ほらほらほら、限界来た限界来た。やっぱりな、とどめか、そろそろ。うれ、まだ足りないこれ。じゃあ、ほら冷たいだろ、ほらほら、諦めろ、もう勝てない、お前には勝てない。やばい、見える、危ない危ない危ない、やばい、不正がバレる。やべ、バレてない、なんか知らんけどバレてない。はい、不正とかしてません。限界だろもう、ほら我慢し、はい、勝った。やばいやばい、死んだ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 、やばい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 、みんなやばい、みんなやばい。おじさん行く。あ、生き返った、よかったよかった。お前ずるいって、火ついてる方の岩場に飲んのマジなしだろ。やったー。え、これ放置してるだけでルピーもらえる神家じゃない。我が輩の真の我慢、灼熱の後。あー、はいはい。やること一緒だろってこれ。今度は熱さ我慢比べだそうです。いいよ。そしてかけるルピーも150ルピーに。負けないよ。でも今度は暑さをどうしのぐかの話だよね。とりあえずさっきと同様、視界は隠しておきましょう。全然暑くないけど今んとこ。あ、耐えられなくなった。あ、やばいやばいやばい、フラフラしてる。これはどうしのごうか。よかった、武器で冷却します。見なかった。見えないよこれ。リンクの背中にまさか氷があるとはこいつも思わんやろ。もうもはやこれいらんだろ。ほら、お前には分からんだろ、俺が何をしているのか。この程度の暑さなど。強いね。ほな、これはどうだ。どう？暑い？暑い？ねえ、暑い？耐えれるこれ。いけそうだね、全然。じゃあもうちょっと熱くしてみよう。消えた！ああ、じゃあ威力強すぎた。何してもいいって言ってたよね、このおっさん。降りなければ何をしてもいいらしいです。余裕そうだな、腰に手を当てて。あ、ラスト1個！はい。耐えれるかな、この暑さに。松ぼっくりも投げるか。まだ余裕そうなんで勢いを足しましょう。これも上げる。これ何の勝負してんの。今何の勝負してんの。
あやつさすがである。そうだろう、うん、強い本当に暑さには強いねおじさん。お前バケモンだろ余裕やん顔が。いよいよ暑くなってきたって。俺全然だよ、取っといたるわ。今本人がね、暑さに強すぎて周りで火が燃えてること気づいてない。後で見せてあげよう、この写真。焚き火そろそろ消えん、これ。割と早めに消えるよな、火って。燃え尽きちゃうよね。質問コーナーする？いいぞ。このおっさんが、あ、ちょっとしんどくなってきてる。おっさん大丈夫か、おっさん耐えら大丈夫か、死なないで。ちょ、これこの状態で倒れられたらもう仮装よ。大丈夫？熱中症じゃないこれ。あ、でも髪の毛着込んでないから多分リンクよりは熱くないはずなんよ。そんなリンクがこんだけ余裕なんだぜ。お前も大丈夫だろう、それぐらい。ふらついてきた。ダメっぽいです。あ。焚き火消えちゃった。これで周りが炎で燃えてる瞬間を俺は見たかったんだけど。生きてた、よかった。まあ君は俺には多分勝てないよ。うわめっちゃくれる。でもこれ、150ルピー払ってからだから結局150しかもらえてないんだよな。そうだな、足りないぞ貴様。まったく持って、あ、どっか行っちゃったおじいちゃん。また別の場所で勝負できるっぽいです。あ、マイホーム、そうだ忘れてた。マイホームやるか、お金ちょうど足りてるし。ってことで最後に一から村で家購入しに行きます。なんか一から村建てれそうな場所なかったけど。うわー、これで綺麗に水に入れば。いや、この水多分浅いなこれな。危な、死んでたわ。足ついてるわ思いっきり足。いや、でも腹から行けば、ダイビングして腹から行けばこれもしかして死なない？え、ちょっと試してみていい？手を広げてお腹から行けば浅い水でも着水できそう。この浅い水場もさ、腹から行けば行けるんじゃね？なんか現実でもギネス記録で子供用のビニールプールに高飛び込みするみたいなのあったな。リンクくん、どんだけ高いところから落ちても死なへんからね、水さえあれば。ほんなら平べったい状態にしてて、いや待てよ、地面に近づく瞬間にリンクもしかして頭から行く？これ。いや、リンクそんなバカじゃない。舐めないでください、リンク。伊達に世界救ってないっす。はい、これ。ちょっと着地できるかも。待って、リンクごめん。そもそも水に行けんかったらごめんな。俺の操作精度が足り、ちょ、チューリ邪魔やな。え、行けんちゃうこれ。これ行けるっしょ。腹から行ってるで、これ。高えけど、まあ買おう。ほら、マイホーム建てるぞ。お金持ち、即決。ここから南東の見晴らしの良い場所に土地をご用意しております。南東、死ぬほど村から離れとる。逆光で少し見にくいですが、向こう、え、すごいなこれ。逆光だったらこんなセリフが入るってこと？こんなセリフまで用意されてるのか。あの祠の左側にある高台で別のスタッフがお待ちしております。さて来たぞ。誰だ貴様、見たことない顔だな。誰だお前。いや、なんか見たことあるなこいつ。見たことあるわ。ああ。いや、ハロー、リンク様ですね。早速ですが、お家作りの流れを説明させてもらいますよ。待って、左側にバカでけえ絵の具が残ってる。ヒーロー、ご購入いただける土地になります。ここに弊社で販売しておりますお部屋ユニットを設置していただくことで。ああ、まあ、うん、はいはいはい。ああ、リンク様はお部屋セットプランでご契約いただいてますので、ご制約、部屋を2つ、少な、5個くらいくれませんかね。スカスカや部屋が。外からもう牢屋や、これは部屋じゃなくて。こちらがお部屋ユニットです。左側が扉の部屋で、右側がベッドの部屋になる。はい、室内を保護するためネットを張ってますが、建築が、ああ、よかった、びっくりした。おう、はい、土地に設置していただければ OK です。ロープの中にうまく収まるように配置してください。はい、お部屋ユニット以外のものは使えないので。はい、わーお、なんかこれをいい感じに配置すればいいのね。え、まずさ、家の中入らせてくんね。わかんねえ、あ、こっちか。いや、入れない、せめえ、牢屋やこれ、やっぱりほぼ独房や。グランデッタさんそこで柱にならないか。ああ、建築終わりましたちょ、斜めってましたけど、いけてますかねこれで。ええんかいこれで。お前のせいで斜めになっとるが。でも検査結果は問題ないらしいですよ。いけてんのこれ。不思議な力で斜めのままよ今。残像が箱に残っとるぞ。 あんたのパーダさんを呼んできますので。もうパーダもびっくりやぞ、こんなん見せられたら。何を点検したんってなるで。
時が止まっとるおかしいな、土地と部屋は気に入っていただけましたか土地とセットの部屋お家作りの本番これからです。はい、えのきだ工務店で販売しているさまざまお部屋と組み合わせて引き続き理想の前方で、はいはいはい、受付のグランネタから、はい、ささやですがおいかの記念品いらねえいらねえ、お金くれ、お客様だけのオンリーワンのマイホーム作り、最後までお付き合いしますよ。一生あそこに立っといてくれん。ガタンなるけど、これからあのお家多分ボコーンなるで。こっから先立っといてくれんと。ねえー、このまま時は止まり続けるらしいです。寝れへん、ベッド飾りになっとる、ベッドが。反対の部屋はどうなってるんだろう。いや、ちょっと待って、部屋のコンセプトは開放感です。爽快感あふれる家になったなあ。網、ああそういうことね、はい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 、ネットって、ああそういうことね、中身が見えるってことか、なるほど。え、これ本当だったら寝れたの？ほんまやったら寝れるん？これ寝れるんだおい、パウラさん、あまりにも致命的やけど、この状況ほんまにこれでええの？何を納得して、あの人帰ってったんよなあ。これもこれでそうやけど、どうする？ライネル攻め込んできたら、俺逃げる場所ないよ。これ貴様こっちに来い、責任を取れ。よし、完璧やね。これちなみに、はい、開けれない？これ終わったわ、みんな部屋入れんくなって思った。斜めのものは全て干渉不可になるっぽい。しかしこの家はとても開放感にあふれる家でして、こうやって入れるんですね。これだったらここにライネル来てもこうやっていけるやろ。これ迎撃型ライネル戦マイホームの完成。完璧じゃない？これライネル迎撃ハウスです。ここにライネル呼び込んでくれば負けることはない。ということで今日はこの辺で終わろっかな。はい、ということで今回はここまで。よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローなりしていってね。あんなね。